はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは。ということで今回もですね、ドラゴンクエスト7実況プレイ続きやっていきたいなと思います。ということで、いやなんかさ、前回のさ、なんだっけな、動画をね、まあ編集してる時ちょっと思ったんだけど、あれなんかさ、なんか敵でなかったっけ、俺の気のせいかな、今からか、こっから敵と戦うのか。なんかさ、お墓をさ、なんか作ってあげるみたいな、なんかなかった、あれ今からか、まあいいや。でここにもなんか橋が、あのはしごが、まあまあいいや、行こう、まあ行こう、まあ行けばわかる。まあ 3DS 版だからなんかないのかもしれないよね、なんかが、何かしらが。さあ、暗い空じゃって、もう何日もお日様を見ていない、きっと神様がお怒りなんじゃ。女王様と城の者を助け、助けもできず、ただ身を潜めていたわしらにな。だって、よし、ご。まずは、女王様は死んでしまった。若い男にさらわれて、おぞましい魔物の像を作っている。神様も大地の精霊さんも、なんで黙って見てるんだい、どうして助けてくれないんだ。いや、多分真ん中の、ここか。なんかさ、ここさ、めんどくせえ3人なかったっけ。いた、思い出した、クズがいた。すんげえ肉うまそうなんだけど、おお、勝手に自動で回ってる、なあこれ。来た、イベントだ。こんな時に旅人とはなって、ふむ、城で会った男に この村のことを聞いたと。ごほごほ、これは失礼したって。どうも近頃体の調子がおかしくての。それでも生きてるだけわしは幸せ者じゃ。しかしまだ城に魔物がなんということじゃ。お疲れじゃろうて、今夜はわしの家へ泊まっていくといい。城、2階の息子の部屋を使いなされ。さあちょっと今日はまたちょっと舌が回らない。違うな、まただって言うかもしれない。違う、またね、また噛んじゃった。いや今回噛んでないや。なんかちょっとね、横にちっちゃいコーナー辺が怖い、ちまいや。2階に上がってすぐのお部屋をご自由にお使いください。次は族長様のお部屋ですが、しばらく前に出てったっきり戻ってこないんですよ。なるほど、あ、ここか、これ上がれるのか。さあでもって休んでいきましょう。この奥に確かおばあちゃんがいるんだよね。確かおばあちゃん死んじゃうんじゃなかったっけ。おはようございます。族長様、お花が血があるそうで、下でお待ちしてますね。さあ今日は噛んでいくよ。とことん、こっちか。でもって、うつらうつら、びっくりマーク、ハジート、これお母さんなのか。あら、寝ぼけちゃって、家、息子の夢を見ていましてね。お客様ごめんなさいね、体が悪いものですから、きちんとご挨拶できなくて。本棚は何もない。特に変わった本はないようだ。オッケー。うちのカボちゃんかっこよくなったでしょ。かっこよくないでしょ、あの赤いやつ。なんかヒーローみたいな格好でしょ。主人公みたいな格好で、かっこいいでしょ。あ、イベント始まる。お目覚めか、お客人。もうマリベル真ん中や。くも、お客人、よく眠られたかな。でもさ、マリベルの髪の毛ってちゃんとこうやって出てんのってこれしか見れないよね。ヒール、まあ前回も言ったけど絶対これでしか見れないもんね。マリベルファンは買った方がいいんじゃないですか。外の様子でお分かりだろうって、しばらく前この砂漠に魔物が攻めてきたんじゃ。わしらは砂漠の民はちょうど大地の精霊の像を作っていた。やつらはそこに目をつけた。像、魔物の像、魔王像に作り変えろ。さもなくば皆殺しだという、仕方なし我らは従った。じゃが奴らはその上娘たちを前と一人ずつ差し出すというのだ。女王様ご自分が娘たちの身代わりになると魔物のもとへ。それきり戻ってこない。その後すぐお日様が隠れ、砂漠は暗闇に。今は住むものもない城に魔物が現れ、ムクロをもて遊んでいるそうだが、おやらと野郎にも村には戦えるものはもう残っておらぬ。あ、こっから行くのかな。さあ、民の方、この砂漠から立ち上がるがよい。一人二人の力ではどうにもならん。城には近づかんことじゃ。あれ、今から行くのか、じゃあもう一回。なんかでもこれさ、石板がどっかにあんだよね。もう一度行くなど考えるんじゃないってことは、もう一回行けってことか。ん、どこだ、もう一回行けってこと。ダチョウさん的な、ダチョウさん的な、
空が黒くなってから母なるナイラは荒れるくらい魚を取ることができない。この地下にはこの地下には残り少ない食べ物を蓄えてある。とこちゃんの許しなしには近づくことはなれば、あっちに行ってろ。怒れちった。これもう一回行けってこと？え、そういうことなのかな。また道具屋に何かいい装備が売っている。今何してましたっけ。とりあえずお城に行って魔物を退治します。なるほど、今からか。なるほど、中町先走りました。鋼の剣でいいかな。装備 OK。 ここにさ、道具屋じゃん。さっき買えなかったじゃん。買えなかったってことはここで一回なんか買えるようになってて、それがいいもんが違った。もう一回ここで行くのか。そう、お墓を作ったエピソード、なんか作ったエピソードあったじゃん。なんかその敵がなんか結構強かった思い出がちょっとあんだよね、俺。います。 OK。 いいね、なんかほんと先が見えない感じのこの絶望感がなんか分かりやすくてよくないか、ここね。全然先、敵がいるか。あった。妖怪ウォッチがいて、もう一回行くのかな。これでも敵が待った。寝たか。寝たね。ただ敵にもちょっと戦っていかないことには。あと今どれだ。 1,2,3,4,5,6,7。 よし、あと1回です。賢者になる。もうちょっとね、魔法使いはね、 HP が引きすぎるんじゃ。敵は出てこない。あ、全然出てこないじゃん。どっちだ、下か。おい、ボス戦だな多分、間違いなく。来たー、ここか。ごめん、もう全然忘れた。あら、あ、おや、人間、ん、気のせいか、生きのいい人間の匂いがするな。めっちゃ強いね、あいつ。確かあいつヒーローズに出てくるんだけど、だ、死ぬほどうぜえの。突進してくるしさ、 HP クソほど多いからさ、なかなか倒せないっていう。まあいいや、ホッケー。あー、すげえ、バトルマスター2000万、あ、200まで。あ、そっか、オッケー、来たー。ボーンナイトかなんかだっけ。なんだこれは。たまげた、まだ生き残りがいたとは。へへへ、嬉しいね。たまには生きてるのをいたぶらなくっちゃな。死んだ、なに。あ、ハディードだ。とうとう見つかった、我らが同胞を汚す者。やつだけにして気がす、ん、お前たちは何をしている。この城を近づくなと言ったはずだ。おや、まあ今日はいい日だ。またおもちゃが増えた。ほら来いよ、まとめてかかったけど、これめちゃめちゃ強かったような記憶があるんだけど。黙れ、こいつを片付けるぞって邪魔だけはするな。いいよ。ちょ、最後ボーンライダーか。ボーンライダーね。馬の顔か。待って、ね、さあ、なんとしましょうか。作戦で、よし、 OK。 ボス戦だからね、何しましょうか。聖剣好きでいいんじゃないですか。で、特技じゃなく呪文でルカに OK。 で、特技でどうしようかな。何も遠吠え、何も。聖剣好きが真空切り、竜巻の力借りて切りかかる。ここら辺なのかな。一番何か聖剣好き一番強いでしょ。 MP だって使うもん。他に遠吠え、 MP 使う技ないでしょ。だってあった、魔人切り、一か八かの会心の一撃。これダメだ。ちょっとこれ真空切りやってみよう。63。 OK、 下がった。 OK、 88。 いいダメージが出せるようにな。いや、これよ、こうなってくると面白いよね。ただの通常攻撃で終わるんではなく、呪文じゃなくて特技ダメージで、まあ聖剣好きかな、やっぱり。かけ225、めちゃめちゃ強い。94、弱っ。めちゃめちゃ弱いやないか。めちゃくちゃ弱えんだが。まあ、待てよ、俺を殺してもいいかな。今更命がいか、何のつもりだ。ほら、うん、ほらほら見ろ。この靴飾りが何だか、首飾りが何だか分かるだろう。お前らの女王様がくれたのよ。俺は女王様のお気に入りだぜ。お前らこの首飾りの持ち主の言うことは何でも聞くんだろう。話はそれで終わりか。おいおい、なんだ、話が違えじゃないか。ま、待てってば。強い。ハディード強い。その、下にいる。あ、なんか、なんだ、なんか首飾りとかエピソードだね。この首飾りは確か王家のもの、王家のもの、それを魔物にくれてやっただと。怪我したようだなって、ひとまずは手をしてやる。なんか真ん中にいるマリベルが、おお、なんだ、薬草を使ってくれたのか。
危ないから城に近づかぬとあること言っただろう、このバカどもの目が。砂漠のための問題に1、いらのおせっかいを。まあいい、一応礼は言う。いや、ハディートで勝てたな。225のダメージ叩き出せんだから。さあ村まで送ろう、俺についてこい。これついていくのかな、本当に困ったな。外はひどい嵐だって。こうなっては待つより他に方法はない。ふむ、どうせならよし、地下へ戻るぞ。なんだなんだなんだ、え、なんで戻るの、え、なんかあったっけ。あ、そうそう、お墓を作るんじゃなかったっけな。待っている間どうせすることがないだろうって、墓を作るの手伝っていけ。おせっかいなお前たち、文句はないだろう。まあ確かに。びっくりした、埋まってんのかと思った。マリベルが埋まっとんのかと思った。かわいい。よいしょよいしょ、そうと鳩を運べなきゃ傷がついちまうぞ。なんだ、あ、そういうことね。狼しゃぶるんじゃねえか。大好物なんじゃねえの骨って。マリメル超頑張ってんじゃん、えらいね。いっぱいあんじゃん、誰か掘ってやれよ。なんで私はこんなことしなきゃならない。確かに穴掘りなんて男の仕事でしょ。穴掘り嫌なら死体運びを代わってもいいんだぞ。分かったよ分かったよ、やればいいんでしょ。これもあれじゃないか、青さんよりもマリベルのことを手なずけられるんじゃないか。ハーディードさん、お前うまいな。青さんちょっとね、まだ人と付き合ったことなさそうだもんね、女の人ってね。あ、十字架ではないのか、えらいじゃん。くた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 、そういうお前たちまだ名前を聞いていなかったな。くたくたちゃん、今頃遅いわよ。本当だわ。まあいい、私はマリベル、おいらガブだ、よろしくな。青さんはハディードに自己紹介をした。そうか、ふむ、ずいぶん長い旅をしてきたのようだな。この砂漠の他にも魔物を苦しめられてる人々がいるとはな。だが、民の苦しみは魔物のせいだけではない。女王が魔物が言っていただろうって、女王は命乞いのために首飾りを差し出したと。自らの民を見捨て己だけ助かろうと。いや、明日話そう。疲れたろうって、少し休むといい、俺は見張っている。まあ確かに満タンになるのかな。めちゃめちゃ弱かったね。めちゃめちゃ弱かったね。全ての亡骸を手厚く墓に葬られた。そして今日は神の家、いつもと泥のように寝ているってこういうことになるな。マリベルどこでもいいじゃん、お嬢様じゃなくなっちまったじゃねえかよ。ついこの間まではこの城も立派な城だった。砂漠には大昔から魔物がいたが大した数ではない。ところが女王は魔物を砂漠から追い払うため精霊の像を作ると言い出した。男たちは懸命に働き第一の精霊の像を作った。それが魔物の王に目をつけられた。砂漠は闇に閉ざされ、多くの同胞が命を落とした。精霊の像を守ろうとして、砂漠の民ならば精霊に頼らずとも自分自らの腕で魔物くらい倒せたはず。城が滅ぼされ、仲間たちが死んだのは女王があの像を作ろうとしたからだ。いや違う、それはみんなのためにしようと思ったんだ。ハディード、こんなこと言うのは村でも俺一人だがな。なるほど、全て悪いのはま、あれか、女王ってことか。外はだいぶ静かになったな。よし、村へ戻るぞ。多分飛んでいくんじゃない。あ、行かねえ。いや、あれ、さっきはさ、入り口まで行ったんだから、もうよくね、入り口まで行ってよくね。これなんかさ、なんだったっけな、なんか玉玉もらうよね、なんだっけ、なんかの玉もらったよね、なんか漆黒の玉玉みたいな、なんかもらったと思うんだけど、まあ、いや、ちょっと倒しながら言っていいですか。マリベル、これで賢者になれんのかな、賢者にはなれんのかな。よし、行きます、戦う。呪文待って、戦う、あ、ちょっと待って、作戦ガンガンでいいでしょう。行きます、行きます。あ、またブーメランじゃない、ダメだ。78、強い。雑魚戦はやっぱブーメランだね。あ、結構強えな、あいつ眠らなかった。オッケー。いや、じゃあ、そうなんだ、あの呼んだ敵もそういうあれなのか。そっか、ガボがマヌーサかかってきたら呼ばれた、召喚したやつもあれなのか、同じようにマヌーサ状態になるんだな。なるほど、メラミー、
なんかこいつ強くね、なんか強いね。まあまあ雑魚戦はブーメランだね、やっぱり。装備お願いします。成功。もう一匹ぐらい倒してもいいんだが、レベルも上げながらね。よし行きます。強いな、82強え、強い。こいつがちょっと鬱陶しいな。こいつなんだこの瓶、なんだこの野郎。 OK、 よし飛んでた飛んでた、粉々になった。あの瓶うぜえな。マリベルがこれで、え、賢者ってまだ早いのかな、まだだったっけな。ここ入れたのにね、ここね。あとと、イベントかなんかで入れるようになるのかな。はい、決めた話戦って。これなんだっけな、川かなんかをちょっと登んだよね。強い。一撃なんだが。一撃。強いね、聖剣好き強い。こんな強かったっけ、あ、こんな強かった記憶はないんだが。まあ、でもここでは、熟練度は上がるでしょう。もらってるでしょう。84。42。メラミ。メラミ強いな。メラミがこのモーションってこれだけ派手ってことは、メラゾーンはもっとすごいってことか。イオナズンもちょっと楽しみだね。ここか。あ、なんか人がいる。なんだ遅いぞお前たち、さあ村へ戻ろう。なんだどうした、なんかちょっと態度が変わってる。まさか、え、何、生きていた。ハジル様、みんなハジル様帰ってきたぞ。なんだなんだ、そんなに生きていたことが、あの壺の中に入ってるの覚えてるから。ハジドサさん、目かってくれ、もう安心だ。いや、よかったよかった。英雄なのか、ティラノスは無事に見つかったのかしら。あ、ティラノスいた。あー、思い出した、ティラノスってあったな。ハジドさんはきっと戻ってくると信じていたよ。ティラノスは魔物の根城に殴り込むために武器も薬も用意しといたぜ。ティラノスいた。険しい顔なさっていたが、神の竜ティラノスは我らが呼び声にも答えなかったというように思い出した。もう思い出した。なんかもうちょっとさ、ハディルってムキムキかなと思ったけど、父ザラーシュトロ、偉大なる砂漠の民の族長よ、息子ハディルが話がある。いずこにおられるか。そのこと自分の実家に帰るの、そのこと言わないのか、めんどくせえな。久しぶりなんで、この村はなんとか死人も出ずに持ちこたえて、俺空が暗くなって久しい。女王様も行方も知れず、ミラミダも不安の募らせて、俺今や希望お前だけ。どうじゃナイラ の流れに古の竜を見出せたか。ナイラに眠る神の竜、ティラノスの力を借り、悪しき魔物を。ティラノスはまだ見つからん。何、ま、魔物が城を荒らしたということはご存知だろう。魔物は懲らしめた、旅人たちの火星もあってなって、ついでに墓も建てておいた。おお、なんと旅の方は皆を代表して感謝させていただきますぞ。話はこれからだ。話はこれからだ。魔物はこれを持っていた。これなんか、あ、もうこれ思い出した。みんな思い出、押してるでしょ、これ。この輝きはまさか。そうだ、女王が先代より受け継いだ砂漠の王者の、王者たる証。言葉の女王はそれを命子のために魔物にくれてやったのだ。あれは女王になってからすべ、あれが女王になってからすべてが災い始まった。これがその証。俺の言ったように精霊の像などを作らねば魔物をやってこなかったのだ。このくじ飾りは代々の王や女王に受け継がれてきたものだ。砂漠の王者たる印、子供マロにそれを魔物にくれてやったんだと。超怒ってんじゃん。マロメガネがちょっと似合ってないよね。あのゴーグルみたいなのが絶望的に似合ってない。なんか俺はあのやつが女王だと認め、全てはやつのせいだ。ずっと思ってたんだけどさ、冒頭から思ったんだけどさ、ちょっと言ってしまった。ついにお待ち、ハディードや。ハディードね、ごめん、ずっとハディードって言ったね。ハディード、ハディード、もうかね、ハディード、ハディード、ハワイか、顔色が少ないようだが、どこか体を、おばあちゃん確か、そう年寄りや、そう年寄りや病人は歩くことで魔物なる。私がいい見本です。その魔物が出ては、我ら弱い者は村から一歩も出られぬ。
女王陛下は我々女や子供年寄り病人のため精霊の図を作られた。我らは弱き者を安心して砂漠で生きれるよう魔物を滅ぼす像を。そのお方を悪く言うなろ。ゴッゴッゴッ。奥様、ハディートや誠強き者の心を優しき者、夢忘れずに。英子ちゃん、あんな、あんなんでどうやってはしご登っていく。どうやって飲むねん。ハリード、精霊像は弱い者のため、それが真実だとしても魔物に命乞いしたのは確かだ。俺には女王も信用できん。お前たちもはっきり聞いただろ。親宝石の下に何か挟んであるような。ふむ、なかなか取れない。ふむ、引っかかってうまく外れない。むーん、おお、なんかその証よりでけえのが出てきたぞ。でかいでかいぞ。お、外れた。なんだこの紙は。書いてる。これはどうしました。何ですかそれは。何か書いてあるのです。何か紙を折って、女王様にご加護を、てんてんてん、父上、読みたいならお前が読むごよい。印よりでかいだと。でかい。これを気づかなかっただと。何、深夜やる我が砂漠の民をか。ふん、しらじらしい。ハディートは女王の手紙をゆっくりと読み上げた。親愛なる我が砂漠の民よ、皆無事でありましょうか。私は変わりません。忌々しいことに、こちらではとうとう魔王の像が完成してしまいました。空が暗く川も荒れ狂うようになったのは魔王の像のせいだと魔物たちが言っています。魔物の数も増えたようです。魚や鳥は取れますか。気持ちいい思いをしていませんか。今のところ集められた男たちは無事のようですが、いつ用済みとされるのか。者たちが殺される前に私は魔王の像の秘密を探ろうと思います。もし川を元に戻せば逃げ出すのはたやすいこと。宝石で見張りを手なつけました。白い翼という魔物に首飾りに隠して預けたこの手紙、あなた方に届くことを祈っています。私はご心配なく、こんな見られたら殺されとるじゃないか。愛する砂漠の民へ、女王フェデルさん、ハディート、てんてんてん、父、ザラシュトロ、俺はもう一度村を出る。必ず古の竜を探したし、ナイラを遡って女王に直接会うのだ。行くがよ、お前に大地の精霊の籠があらんことを。まだこの時って精霊の背の字もないんだよね。で、あいつら出てきてないんだもんね、まだね。感謝する。なんだ、手のひら狂うかお前。村中で立ち聞きしていたのか。邪魔だ、どけどけどけ、邪魔だ、どけどけどけ。なんだっけ、あの芸人なんだったっけ。邪魔だ、どけ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 ってなんだかね。全く忙しい息子じゃって。さて、どうやら城の魔物を懲らしめる手段付けなさったとか。感謝いたします。これも同胞の安らかに眠れる。皆様の優しい心を砂漠のための代表してお礼を差し上げましょう。なんだ、青さんは砂漠の守りを お礼にもらった。なんと砂漠の守りって。あ、待った、天の国の仲間に代わりお礼をあなたのため に神の子があらんこと。なんかさ、ちょっと待った、思い出した。まあ、いや待って、これさ、なんか話聞くんじゃなかったっけ。だもんね。新たな希望は見つかった。信じることが道を開く。見せます。砂漠のための恩人か。ならば一つ予言をしておこう。探し物はここにおらず、遥か遠くで見つかる。我らには行けるが、お前たちは行ける場所。お前たちは行け、再び砂漠に戻る。悲しみの中に希望が生まれる。さて、大丈夫です。そこまで知ってるんやったらもうあれじゃね、答え言ってよくね。もうそこまで言うんだったらもうちょっと匂わせがひどすぎる、あのじいさん。てますか。砂漠の周りもらいなすったかって。ではナイラの聖なる竜のことを教えて信ぜよう。はるか昔よりナイラの顔には大きな竜が住んでいると伝えられている。名は ティーラーノース。その体は家ほどあり、頭に輝く金色の角を持つという。若鳥はこう約束された。必ずやティラノス探し出し、この砂漠を救ってやると。若鳥が村にいないのは心細いが、我らはその言葉を信じこうして待っておるのじゃ。にゃんとなくだけど、女王様の言葉は胸にしみった。オッケー、見せましょう。それは砂漠のお守りならば、お前たちももう砂漠のためにも同じならば教えてもいいだろうって。この倉庫の城の娘で隠れているのだ。話聞いたらここに、これからここで。そうだね、そんなのあったね。そう、にゃんとなく覚えているんだ僕は。います。袋
袋の中に入ってんだっけ。おお、石板ここか。あれ出てきた。上が騒がしかったけど何かあったの。本当に女王さん無事なのね、よかった。見せます。大地の精霊の像をゾウさんに作るために工事はついこの間始まったの。歩道の完成という時に魔物が攻めてきて顔をすり替えたのよ。だから魔王像とはいえ ほとんどは精霊像のまま。皮肉なものよね。 OK 薬草を見つけた。あ、鍵がかかっておるんちゃが。え、待って、鍵かかってんだけど。え、鍵が。魔王像の通りはあって歩いたらとてもたどり着けない。ずっとずっとナイルを遡っていって川を遥か上流にあるの。泳いでとんでもない。待って、鍵がないんだが。え、鍵がない。え、待って、今まで来ないってこと。昔おばあちゃんに聞いたのって、死んだ人はいつか生まれ変わる。蛇が皮を脱ぐように新しいのに生まれるのだって。もちろん生きた時、行いが正しかった人だけらしいけどね。なるほど。え、違うんだ。え、開けれね。鍵がかかっている。俺どっかで鍵取り忘れてるかないよね。じいさんに聞くか。じいさんに聞くか、ばあさんに聞くか。鍵がない。え、何もない。じいさんに聞くか、ばあさんに聞くか。あれ、鍵ってここじゃまだ手に入れてないってこと。なんで見せんだよ。でもでもあなた方は我ら気持ちらそのことを教えるようにしよう。自分で渡したんちゃうんかい。ナイラを遡ること遥か大地の精霊像から今魔王像となっておるがな。そこは女王様か生方町が囚われておるのじゃ。ナイラもあれ狂い、まだ、え、イカ、ん、ナイラはあれ狂い、イカダも使えん。しかし古より生きる大いなる竜ティラスならば激流目ではない。ティラノスさえ見つかれば皆助け出すのも不可能ではないはずじゃ。ナイランドかにいるというティラノスを探すのが息子ハディとの使命。ティラノスことが我らが残された。もうこれ知ってるんだ、わかるんだ。ただその前に一回あっち行くのかな、あっち行くのかな、そこら辺の川みたいなとこ。まあいいや。さあということで今回はこの辺で終わりたいなと思います。砂漠編スタートということで、なんか結構思ったよりポンポンって進んだね。あと鍵はどこだろう。やだよ、なんか取り忘れてるとこないよね。まあいいや。ということで今回はこの辺でおります。よろしければチャンネル登録、そして高評価などもお願いします。そして概要欄の方にですね、サブチャンの方のリンク貼ってますんで、そちらからサブチャンの方のね登録も皆さんよろしくお願いします。ということで、それで皆さんバイバイ。